やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアヨゲニハマーです。はい、現在3月25日土曜日の午後6時44分です。今日はツンデレ悪役令嬢リーゼロというと実況の遠藤君と解説の小林さんの最終回を見てから、トラブルダークネスセカンドの、567時で次8話いきたいと思います。でこれはちょっと出かける用事があるんで、ここで終わります。はい、D アニメストアですね。なお、アニメ本編は流れませんので、ご注意ください。また、広告入ってきますんで、できれば2週目に、僕のリアクションがどんなものかを確認していただければと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。3、2、1、スタート。さあ、ちょっと最初18秒、この TBS オンデマンドの配信される動画の注意書きが流れるんで、プラスですね、提供が入ってくるんでちょっと長いです。24分23秒あります。ザスティンやな。今回のネタフリやな、これが。おお、九条凛、かっこリトの先輩だな。それで、ね、やっぱ次回ここで九条凛出てきてたもんね。ってことは、リンの家に行くんかな。ダークネスの時のあのリンとミカンの話、よかったね。そうか、あの時連絡先を交換してたってことか、ほんなら。そういえば桐咲京子一回もできてないな。今回危険やったね。危険、危ない剣と書いて危険やったね。天井員、なんか紫のスープやな。お、もう、あ、ここやサムネイル。
正統派でいろ。おお、あ、はいはいはい、来たよ、ラッキースケーベ。リンが立ちはだかることはなかったな。いや、なんでそうなんね。毎度毎度、どうやったらこのね。トランスで一気やな。そんだけ学校が楽しいということやな。うん、なんかいい感じになってるね、二人。自分だから、うまい。意味がわからん。まあ、やっぱりリンやね。リンやね。モモの妄想がだいぶハードなんかおもろいね。まさかザスティンが言ってたら負けんちゃうな。ちゃんとリンもこのメイド服着てんねんな。
はい、出た出た、はい、出たよ。お、そうはいくか。よう。いや、なんでそうなんね。吉本新喜劇に雇えへんぞ、こけるたびにこうなったら。これ多分ザスティンが実は負けんじゃないのか、これ。絶対そうやろ。ちょっと今0.5秒ぐらい飛んだと思うんで、ちょっとずれたかもしれません。すいません。ネメシス好きだ。やばそうやね、これ。ちょっと待って。30、31、32、33、あ、落ちろ。そう、私もこの必勝ハチマキを巻くと気分が引き締まるんです。やっぱ最初のザスティンの話はネタ振りになったわけやね、当然。だって持ったもの、え、手、持ったものをなんて言ったっけ？悪意なくてあんだけやったらもうね。どうなってる、どうなってる。 おお、ヤミちゃん来た。とほほ。マケン・ブラディクス。おお、ってことは、やるな、あれと。
いや、天井陰気がもうズタボロやないか。おう。おう。揉んでる？揉んでるな。揉んでるな。昇 竜拳。もっとトラブルの最終回的な昇竜拳。おお、ザースティン様。剣を破壊するわけやな。ボディジャック。ってことは手放さすしかないってことか。何やと？どう？なるほど。どないしてつなげんねん。かっこいいこと言うね。あ、ちょっと意識は残っとるんやな。お。ここでもそうなる。あ、これは目覚めるんじゃないか。バルキリードライブマーメイドの最終回やないかこれ。いやいや。
おお、目が来た。あ、めちゃくちゃリトが男前だな。髪の色？ああ、終わった。あ、もう、あ、もう終わった。体感時間バリバリ短いな今回。あっという間に終わったな。髪の色ちょっと気づかんかったな。変わってた？ブワッツって誰や？ブワッツ？キスの先にあるもの。はい、提供ザスティン、提供ザスティンの絵やないか。あの天井美咲が描いたザスティンの絵やないか。はい、マケン・ブラディックスね、今回できたのが。今回の話って何やろね。そのリンがリトにこう、何、ハーレム計画にリンが入ってくるきっかけとか、そういうことなんかな。まあとりあえず、あのサキが作った料理によって執事とかメイド全員が腹壊してしまったということで、仕事を手伝うことになったってことね。そこに今モモが連れてきた、ナナと闇と、メアかも手伝うことになったと。でまあメアに関してはまだトランス能力は出せへん、隠して過ごすっていうことだね。で、最初にザスティンが怪談のように話した魔剣の話が、まあ、実はほんまやったってことで、それが何、さっきの親父のコレクションとして配達されてきたんか。で、それを持ってもたリンがえらいことになったってことだけども、まあリトのラッキースケベだけはね、天井院先に炸裂させて、次は九条凛か。何やねん、こうモップの絵がパンツのこうパンツをこう貫き、まああそこ丸出しってことだよね、リトの前で。
なるかい。まあそれがおもろいんやけどね。まあだけどその魔剣を持ったリンが、まあブラディクスかに支配されてしまったと。なかなかな面白い設定でしたね。あれはその血を操ってるから剣を破壊したらリンの、意識まで破壊してしまうと、まあ、それをまあリトがサイコダイブして助けてやろうってことで、まあそのね、リンの心の中でもラッキースケベでねかましてたけども、まあそのねリン先輩の中には大切な人がいるんやと、それをお前のもんやとなめんじゃねえみたいなことでぶっちに引きちぎったね。かっこよかったね。そして、メアの髪の色と変わったんかな、ちょっと見てみよう。え、さっきの髪の色みたいなことだけど、でネメシスも一瞬出てきたけど何やったのな、あれ髪の色変わってたかな、ちょっと、え、どの辺やったっけ、ここやな。ああなるほど、黒いな、このお酒の5分の4ぐらい黒くなってたな。これマスターネメシス入ってる、うん、まあまあわからんな、ね、まあネメシスも一瞬だけ何してきたのかね、わからんかったけど、まあそしてザスティンが怒られるというオチでしたけどもね。うん、まあこれを機にリンもだいぶリトを見直したんじゃない、どうなんかな。でそのミカンがいざという時に頼れる男やみたいなこと言ってたのをね、こう実感したから、リンもハーレム計画に入ってくるのかな。はい、まあまあということでね、トラブルダークネスセカンド8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない、これを伝えたくて主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により約3年1ヶ月仕事がまともにございません。貯金だけでなんとか生活してます。10月以降はインボイス制度というものが始まり、収入の有無に関わらず1割国に納めないといけません。どうやって生活していくんですかね、収入が全くないんですけども、まあ、そんな中でアニメのリアクション一生懸命やってるつもりです。しかし昨年ですね、あまりにも2桁しか再生が取れない、さらにはチャンネル登録が伸びないということで、メンタルが粉々に打ち砕かれまして、昨年4月25日に一度だけもうアニメのリアクションやめますという宣言動画出しましたが、皆さんの応援の声を受けてですね、今日まで1日も休まず続けてます。1094日目です。ただ、おととしの8月18日から2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。それを乗り越えてやってますが、もともとパフォーマーとしてスタートしたこのチャンネル、13年以上使ってるこのチャンネルです、アニメのリアクションをスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネル立ち上げました。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。 URL を説明文に載っけてますんで、ぜひですね、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。